こんにちは、にです。今日の動画はお買い物動画です。いつもゆるゆるのゆるい動画なんですけども、今日はさらにゆるく、ゆるゆるのゆるのゆるで、まったりと編集なしでちょっとやっていこうかなと思っております。最近ね、ちょっと忙しいというか、やらなきゃいけないことがいろいろあって、どうしてもね、時間がこう取れないというか、だから二次かがちの動画もね、すごい遅れちゃって、本当に申し訳ないです。まあ、そういうわけで、今日はね、そんなに量もいっぱいあるわけじゃないので、まったりと、ゆるりとね、こう、やっていきますんで、最後まで皆さんお付き合いいただけると嬉しいです。じゃあ行きましょう。まずはこちらね。ウルトラ怪獣シリーズ201番ロボット怪獣ガラモンでございます。ウルトラマンブレイザーにね、ガラモンが登場したんですけども、めちゃくちゃお話が良かった。これぞウルトラマンというか、ウルトラマンシリーズの真骨頂のようなね、そんな回で、昭和おじさんたちがこう喜ぶ作りにもなっているし、今の現代の子たちが見てもね、昔の話知らなくてもしっくりくるような感じに作られてるし、あと余韻がしっかりとこうあるというか、ウルトラ Q 独特のね、でどうなっちゃうのっていうあの感じもあったりとかでね、いやもういろいろね、喋りたいこといっぱいなんだけども、まだ見てない人もいると思うんで、ちょっとあんまり喋らないで。ガラモンの動画の時どうしようかな。もうすごいおしゃべりしたい雰囲気っていうか、自分の中にはなっちゃってるんだけど、即日のレビューの時も基本お話にはそんなに触れないようにはしているんだよね。だけど、ちょっとガラモンの回に関しては、なんか喋りたいな、みたいな。うん。だから、あれか。終わりの、こうね、総括的な感じなお話で、こっからネタバレありで、ちょっと喋ります的な感じで、動画作ろうかな。なんかその方がいいような気がしてきた。うん。ガラモンの動画ね、近いうちに作りたいと思います。そして、今日ね、同時に発売だったのが、よっと、ウルトラアクションフィギュアの、ウルトラマンネクサスアンファンスでございます。ついにネクサスも登場ですよ。これは嬉しいね。エフェクトパーツ付属。光線技、なんだっけ、クロスレイなんとかだよね。書いてあるかな。あったあったあった。クロスレイシュトロームエフェクトパーツが付いてるということで。まあ、基本動きはいつも通りだとは思うんだけど、頭の形の関係上どうなんだろう。ちょっと上向きづらいとかそういうのあるのかもしれないけども。いや、そんなことないかな。大丈夫そうだね。首にかかってないもんね。大丈夫だね。うん。まあ、ウルトラアクションフィギュアね、すごいお手軽に遊べるフィギュアで、僕は好きですね。最近、もう、フィギュアーツを買わなくなって、ウルトラアクションフィギュアでいいやってなっちゃってる自分がいるっていうか、うん。なんか気使って遊ぶのがめんどくさくなっちゃってるのと、あともうポイポイ投げちゃいけないんだけどさ、こうガシャ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 アクションウルトラアクションフィギュアならできるじゃない。だからなんかやろうと思ったらウルトラアクションフィギュアでやって、でもうある程度のポーズが取れればそれでいいやみたいなね、そんな感じになっちゃってるんだよね。いや、目の感じとかいいですね。素晴らしいです。そして次はゴジラストアにね、ちょっと先日行ったので、その時に買ったやつまだ開けずにそのまま袋で置いてあったんで、今日ちょっと出しましょう。よいしょ。お、袋もかっこいいよね。これはね、 L サイズだったかな、 M サイズだったかな、忘れちゃったけど、下から2番目のサイズの袋ですね。で、何買ったかっていうと、限定即日で買えてなかったやつね。おー、素晴らしいね。ナイスカラーのヘドラでございます。ゴジラストア限定ムービーモンスターシリーズの2023サマーバージョンってことでね。ヘドラもずっと出てなくて、ね、ヘドラいつ来るんだ、いつ来るんだって言ってたけど、出始めたらもうアホみたいに出してくれるっていうか、すごい勢いで、ね、登場ですね。はい、サマーバージョンでございます。そしてもう一丁、これがねいいんすよ。おほほほ、いい顔してるな。
ゴジラ対メガロ、ゴジラストア限定ムービーモンスターシリーズのゴジラ1973でございます。いやー、この顔のゴジラはね、いいですよ。昭和のゴジラ、あ、なんか携帯がピロンピロンいってるな、ごめんなさいね。昭和のゴジラの見分け方がね、全然できてなかったんだけど、でもこの雰囲気のゴジラの顔が僕はなんか好きっていうか、うん、馴染みがあるっていうところがあって、まあ年がバレちゃうんだけど、1973年、僕が生まれた年ですね。で、多分なんていうのかな、再放送じゃないけど、そのお昼2時ぐらいとかに映画をね、ゴジラの映画をちょいちょいやってたんだけど、その時によく見てた顔つきは結構これ系の、もう子供向けにね、その怖い感じじゃないタイプのゴジラの顔をよく見てたような気がするから、だからきっとこういう系列の顔が一番しっくりくるのかな、ちょっとよくわかんないけどね。なんかゴジラって言ったらこういう雰囲気っていう気がするというか、なんというか、うん、もう平成のね VS シリーズとかになってくると、自分も中学生ぐらいになってるから、ちょうどビオランテとかの時のその予告とかは映画館で見てるし、で当時はねゴジラにあんまり興味がなかったからね、その頃見てたのってファイブスターストーリーズとか宇都宮子とかの映画を見に行ったりとかしてたような、そんな時期ですね。多分魔女の宅急便とかもその辺じゃないかな、なんかなんとなくそのあたりでゴジラのなんか予告を見たっていうイメージがある。あとはインディージョーンズ最後の聖戦とか、そこら辺じゃない、なんかそんな気がしますね。なんか話がずれてってるね。まあそういうわけでゴジラストアでねソフビ購入しました。うん、最高で、次がこれ、これが最後ですね。最後の箱になります。開けていきましょう。よいしょよいしょ。これもねソフビです。あ、なんか紙が入ってるから、これはよいしょ避けておいて、で新聞紙が入っていて、プチプチ新聞紙プチプチと、これで全部かな、よいしょ。プチプチをさらに開けていきますと、なんかちょっと喋りがロボットっぽい感じになってね、開けてきますと、はい、おお、ナイスカラー、わあいいじゃないですか。あ、予想していた色味よりも結構渋いな、もっとギラギラなのかと思ってた。はい、ブルマークのキングギドラ復刻版でございます。青いメタリックなんだけども水色っぽい感じもあったりとかで、いやなかなかいいじゃないですか、かっこいいね、最高。いやこれ買おうかどうかすごい迷ったんだけど、なんかね買わなきゃいけないような気分になって買ったんだよね。いや買ってよかった。そしてもう一丁、よいしょ、じゃじゃーんと、あこれもいい顔してる。ブルマークの怪獣シリーズのブルマークリトルヘドラ新造形でございます。やったー、リトルシリーズのねヘドラめっちゃ好きなんだよね、っていうかリトルシリーズが全体的に大好き、うん、このちょうどいいサイズ感、場所取らないしね。ギドラはねぼちぼち場所取るんだよね、この羽が広い分。いやーこの独特しい感じ、黄緑とかいいね、かわいい、やったね。
これは本当買ってよかった、うん、っていうかまあ買って失敗したなって思うブルマークのソフビってそうそうないけどね、うん、基本ないね。なんだろう、ちょっとすれがあって残念とかそういうのはあったりするけども、まあ、基本もう買う前に大体分かってるからね、もう基本も基本ばっかり言ってる。いやこういうの困るよね、編集しないとなるとそれはそれでこう同じ言葉連発しちゃいけないとか、あのとかえとかなるべく言わないようにしようとか、そう思うとなんか泥沼にはまるというかうん、まあそういうことです。まあそういうわけで、ブルマークのねソフビとゴジラストア限定のソフビとガラモンのソフビとネクササンファンスのウルトラアクションフィギュアをゲットしたっていうね、そういう動画でございます。こんなゆるゆるのゆるのゆるでよければね、こうもっといろいろ出せるとは思うんですけども、なかなかねそれじゃあねっていうのもあるし、あとサブチャンの方でね塗装ブースを作ってたりとかしている動画も出しているので、ちょっとそっちもやったりとかしてたからなかなか今週はね動画出せなかったっていうのもあるっていうか、先週から今週にかけて塗装ブースのことばっかりやってたから、そうですね、うん、サブチャンの方もねもしよければチェックしていただけると嬉しいです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でバイバイ。